社会も文化も今や完全にグローバル化してる。そこで俺たちのショーもそろそろグローバル化させていくぞ。まず手始めに脚本を英語にする。するとどうなると思う？小さい子がお話わからなくなっちゃうんじゃない？期待していた答えとは違うが、確かにそれは由々しき事態だな。なるべく簡単な英語で表現することによって子供たちの英語の勉強になるんじゃないか？なるほど、さすがつかさくん、サウンズライクアプランだね。そうだな、その通りだ。まずい、グローバル化の前に俺が英語を勉強せねば。